日本の皆さん元気でしょうか。俺 J リーグ神戸面白いんだなって俺今年の最初に言いましたよね。いやいやいや来てるんですよ。フーレさんお疲れ様です。はい、どうもです。神戸かなり勢いがありますね。いやーすごいですね。俺まだ巻き戻しした方がいいんじゃない。俺の YouTube が俺言ってたよね、神戸が面白いってハマれば。フーレさんの注目するクラブっていうのはどこなんでしょうか。俺はねもう一回ヴィッセル見てみたいのかな。あとフィットするかフィットしないか、大迫がどれだけの活躍してくれるとか武藤とかね。でも問題は一つだけなんですよ。問題はディフェンシブ的なところがいつもやられすぎなんだよ。俺が30頃のパフォーマンスができてるようで今の神戸にいたら優勝させる自信がありました。ハマってきましたね。イニエスタこの時期欲しかったな。今回のテーマはですね、10月10日に引退試合の開催が発表されました、はい、日本代表の伝説の背番号10番中村俊輔さんです、はい、トゥーリオさんの大好きな FT 会です、はい、こちらメンバーも発表になっていますが、トゥーリオさんも日本代表で中村さんの一緒にプレーしたサイド、はい、デリームズで名を連ねていますということは1年ぶりの帰国決定ですか。あー、そうなってほしいですね。現段階ではなんかこういろんなことをこう動かしながら生きるように頑張ってますけど、何が起きるかわからないんで、この世の中は。これは飛行機に乗って、日本に着陸するまではちょっとはいとは言えないですね。本当にもうね、まあ、僕が長年日本代表を見て日本代表でプレーをして、やっぱ10番があれだけ似合ってたのがやっぱ俊さんなのかなっていう感じがしますね。なんか自分のイメージは10番っていうのは左利きでね、技術があってテクニカルなこともしてフリーキックも決めれて、俊さんにぴったりの10番だったような感じがしますね。今回の緊急招集ですが、はい、経緯について可能でしたら教えてもらってもいいですか。少しこうなんかね、まあ、メンバーとか見てるとテレビを通して見てたメンバーもいたりね、一緒にプレーをした選手もいたりとか、歴史をなんかさーっとこう思い出させるような人たちばっかりで、選手たちばっかりでね、俺がその中に行っていいのかなと。それぐらい結構豪華なメンバーになってる。やっぱり俊さんにねぴったりのような、俊さんじゃないとこれぐらいの人たち集まらないのかなって、それぐらい光栄なことですし、またその人たちにもう一回ロッカールームで会えるっていうことは、これはね金で買えないもんです。本当にこうやってきた、通ってきた道、やってきたストーリーっていうのを、ああいう一瞬一瞬の交わされた挨拶でいろんなことを思い出させると、本当にこう嬉しく思うし、やってきたことが間違ってなかったのかなという感じがしますね。また日本の皆さんにねまた間近で会えるっていうのは本当に光栄です。光栄という言葉も出ていましたが、はい、中村さんはリリースでこんなコメントを出しています。はい、今回の引退試合のメンバーについてですが、日本代表として一緒に戦ってくれた戦友にお声掛けさせていただきました、はいはい、楽しい思いよりも悔しく辛い思いをしたことの方が多かったのですが、はい、私の中で日本代表というチームはとても大切なものでした。偉大な先輩にこう戦友と言っていただけるというのはやっぱり嬉しいものですか。いやー、まあ本当にこうね、2010年のアフリカ大会ではね、少し怪我に苦しんでた俊さんがいたわけで、正直
これはね、俊さんが万全な状況やったら、あのパラグアイ戦で間違いなく俺ら突破できてたはずですよ。それぐらい俊さんも悔しかっただろうし、僕らもね、いやー、俊さんがいればなと、こう万全の俊さんがこの中にいたら間違いなくこう差をつけてたところだったんだなと非常に思いますし、でもあのね、2010年のベンチから盛り上げてたところとか、僕はね、あのワールドカップで常に俊さんとね、食事をしたり、いろんなことを共にやってきたことを、すごく今後のね、サッカー人生にすごく勉強になったし、もっと早く俊さんの、まあ2006年のドイツ大会にジーコが俺呼んでれば、もっと長く俊さんを見ながら勉強できてたのかなと改めて思いますね。しかもあのオーストラリア戦かクロアチア戦か、俺が行ったら絶対勝てた。ここで改めてなんですが、トゥーリオさんは中村俊輔さんの凄さっていうのはどこに感じてらっしゃいますか？いやもうね、あの何言ってもね、やっぱ俊さんが見せてくれたもの、あのフリーキックにね、蹴りに行った瞬間、どれだけ日本が息を止めて期待してたかっていうのを、まあこれはね、俊さんの一ファンとしてね、すごく楽しみにしてたし、代表の中でも練習が終わって俊さんがフリーキックの練習をしに行った時に、選手たちが帰らずにずっとそれを見てるっていうところもね、やっぱりどれだけ俊さんすごかったかっていうの、なんで俊さんからボール取れないのかなって何回も思ったし、まあ本当に一緒にやれたことが何よりも僕の中では宝物ですし、仲良くさせてくれたのも本当にいろんな勉強させてくれた機会でもありましたし、去年にね、少しやって焼肉まで怒ってくれたし、すごい先輩だなと思いました。本当にありがたく思うし、少しね、こういう引退っていう二文字がすごく悲しいかもしれないんですけど、また新たなね、立場で輝く俊さんを楽しみに応援してます。今おっしゃいました、こうフリーキックのシーンですが、ゴールキーパーとの駆け引きっていうのもやっぱり見応えがありました。トゥーリオさんはこう壁で入っていることもあったと思うんですが、はい、コースやキックの種類というのを読んだ上で行動することっていうのはあったんですか？やっぱ違いますよね。まずあの自分の膝の角度が真似できないっていうところがすごいし、フランス戦のようなあんな素晴らしいフリーキックも入ってれば、マリノス対名古屋で奈良さんがボーっとしてるところも入ったフリーキックも入ってれば、やっぱりね、引き出しが多いだけにね、数々のゴールキーパーを苦しめさせたところなのかなと。やっぱり違うんだなと。ああいう引き出しの多さがあるからこそ、あれだけのフリーキックが蹴れるんだって。やっぱちょっと違いますね。あれは教えられるものじゃないですね。あれは神様が、俊さんが生まれた時には、あなたにはこういう才能を与えますよという感じですね。中村俊輔さんのキックっていうのは、トゥーリオさんの予想のまあ、遥か上っていうのを超えてくるんですか？やっぱ種類が違いますね。あのつけられる角度が違いますしね、少しこう振りの違いっていうのを、同じ振りでいろんな足の部分を使って違うキックにしたりとか、やっぱりちょっとね、左利きの中でもやっぱりちょっと違いますね。記憶に残っているこれが一番だっていうフリーキックはありますか？いや、やっぱフランス戦じゃない？あれはちょっとエグすぎましたね。キーパーがアワーでもあんな止めれないんだっていうこと、やっぱ相当の速さがあったし、相当に曲がってきたのかなと。少しあれやっぱ一番印象的なのかなと。ポジションは違いますが、トゥーリオさんも最終ラインでこうゲームを動かすというプレーが印象的ですし、はい、プレーメーカーとしてこう、学んだ部分であったりとか、盗んだ部分っていうのはあったりしましたか？まあ、やっぱり、俊さんも言ってたように、あの、角度、どういう角度でピッチを見るかっていうのを、僕は常にそれを頭に入れてやってましたね。俊さんも上から見る感じ、僕はそれはできないかもしれないですけど、少し、当てにしたのが、やっぱり、上から見た感じ、僕にはできないんで、その、距離感、お互いのラインバックと中盤の距離感とか、そういうところをね、
真正面から見てても少し離れてたらそこに落とせるんだなと、そのキーパーとのラインの距離感っていうのも常にこう上から見れないけど、え、今日少しちょっと遠いんじゃないかなっていう感じで、そこはちょっと当てにしましたね。やっぱりこうよく上から見る俊介さんだったり、はい、遠藤康彦選手だったりっていうのをこう上から見るっていうふうにおっしゃいますけど、はい、その感覚っていうのはやっぱりその本人にしかわからないものに、それは本人にしかわからないし僕らも真似できないし、でもそれを当てにするにはやっぱりお互いの距離感っていうのを常に上から見あの考えられないけど、少しちょっと離れてんじゃないかなっていう感じは勉強になりましたね。天才レフティーと呼ばれた前世紀のプレーのハイライトを見ると、はい、今でもやっぱり異次元のプレーで、今の若い選手がこう真似してほしい部分であったりとか、学んでほしい部分はここだなっていうのはあったりしますか？いや、あのプレーではちょっと真似できないと思いますね。でも俊さんのプロフェッショナルなこうところはやっぱり、素晴らしいんだなと改めて思いますよね。俊さんの行動、俊さんの取った、なんて言うんですかね、今までのやってきたその一人っていうものを、まあ、これは間違いなくスターになれるプロセスを取ってきたのかなというふうには思いますよね。あの、海外に行く勇気とか、セルティックでもう本当にレジェンドになったりとか、いろんなことを取ってきた、いろんな行動をやってきたプロフェッショナルとしてはやっぱ勉強になりますね。これはプレーはちょっと違いますよ。これは真似できないんで。これは子供たちにこうあれだけのものを教えられるかって言ったらちょっと難しいかもしれないです。これは俊さんしかできないことです。中村俊介さん自身、コーチなので、動けるコンディションがあると思うんですが、はい、本番どのようなプレーを楽しみに。いやまあ、フリーキックをね、5、6本ぐらい与えて、これで1点も取れなかったら、ちょっとブーイングしてもおかしくないと思いますね。これはちゃんとやんなきゃいけないですよ。で、これ、フリーキックを蹴られた瞬間、キーパーもきちんと止める感じでね、キーパーもやられたらブーイングですよ。ここは俊さんとの真剣勝負ですよ。6本ですね。6本のフリーキックを与えて、そこで1点入るか入らないかっていう問題です。ここが一番楽しみにしてます。それでは、引退試合に向けて意気込みをお願いします。いやー、まずね、そこまでいけるかどうか、体を整えられるかどうか、で、皆さんに恥の欠かせないプレーをする、それだけです。あと、俊さんを、抜いた試合を盛り上げる、それだけです。集まれ。Bebida ameniza, paixão, amargura e desprezo. Esse alguém sou eu, vivendo sozinho, por alguém que não vive mais do meu lado. Será?